吉田正尚さん、16試合連続ヒット、今日もマルチヒット、わらわら。レッドソックスの吉田正尚外野手、29、が7日、日本時間8日、敵地のフィリーズ戦、2番 DH で先発出場し、1回1死走者なしでワンウォーカーから左前安打して、更新中の連続試合安打を16に伸ばした。吉田は4月20日ツインズ戦から連続試合安打がスタート。5日までの期間中60打数26安打の打率4割3分3厘。5日のフィリーズ戦では4打数1安打。9回には右足ふくらはぎ付近に支給を受け代走と交代。試合前には大学時代からの憧れだったフィリーズの至高ハーパーからスパイクやバットを譲り受け、感激していた6日派16試合ぶりの休養のための欠場で英気を養っていた。どんだけ打つんこの人。また打ったなー。もうこれ通用しまくっとるやん。本当に打ってる、わら。MVP ってことはこれよりすごいってことやろ。これもう令和のイチローやん。全盛期イチローにパワーと選球、パンタ下打者だし何もおかしくない。吉田ですってたやつはごめんなさいだろ。安打製造機やん。